迫行為の実態。という事で最初に向かったのは荒川河川敷。一体どんな問題が起きているのか。あ、いた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 。河川敷ゴルフいますよ。まだゴルフやってる。懲りない人たちだな。そう、迷惑ゴルファーが多数出没。危険極まりないゴルフを河川敷で繰り返しているのだ。ゴルフを禁止する看板の真横で堂々とゴルフやってますよ。こちらの男性はこれラフを想定しての練習でしょうか。細かく刻み続けています。また一人迷惑ゴルファーが現れました。年齢は70代ぐらいでしょうか。しかも手にしてるのこれドライバーですよ。ドライバー危ない。振りかぶって、あ、打った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 。かなり飛んでますよ。いやこれ全く信じられませんよ。怖い。150メートルぐらい飛んでるでしょうか。しかも打ったボールのすぐ先には散歩をする人の姿が。わあ、信じられないですね。ゴルフやってんじゃ余計危ないじゃないかって言ってるんですよ。当たりは事件になるけど当たんなければ事件にならないけどかも、ここにやるのって言い直ってるんですよ。彼らが集まる場所の周辺には打ちっぱなしの練習場とパブリックゴルフ場も整備されている。それにもかかわらず取材を行ったわずか2日間だけでも合計7人の迷惑ゴルファーが出没。なぜ彼らは河川敷で危険なゴルフをするのか。事情を聞きに行くと、こんにちは、テレビ朝日の、テレビタックルという番組担当してる者なんですけど、なんだろう、結構熱心に今ゴルフやられてたようなんですけれども。いいよ、もうやめるから。いやいや本当危ないんでやめてください。ゴルフ場ではゴルフはやられない。今コロナいっぱい流行ってからさ、はい、病気がいっぱい流行ってるでしょ今コロナとかさ、はい、だから人混みの所に行きたくないんだ。まずさ密にならないように。そうそうそう。あ、ゴルフ場でゴルフやるのは怖いなって感じ。そうそうそう。だからといって他人を危険にさらすゴルフをやっていいという理由にはならない。さらにこちらの迷惑ゴルファーは、ちょっと待ってください。おはようございます。こちらでゴルフやるのがこう危険だっていう認識ってあります？いかがですか？はい、どうも。どう思ってるのはどういうことですか？帰りますか？ここにこれほら看板もあるじゃないですか。ゴルフやっちゃいけないっていうのはご存知ですか？いかがです？お答えいただけない。無言のまま立ち去った男性。二度と迷惑ゴルフをしないことをお願いしたい。そして今回の取材中、最も危険な迷惑ゴルファーに遭遇。ドライバー片手に気持ちよくかっ飛ばしていたその場所は、ゴルファーのですね、すぐ横ではこれ野球やってるんですね。いやこれ全く信じられませんよ。するとこの男性、驚くべき行動に。あ、野球をやっていた人がですね、ゴルファーに話しかけに行ってます。試合をやるから邪魔なんですかね。一体何を話していたのか。風が今日こう吹いてるからここから打つのがいいんだよみたいなこと話されて、ここから打ちたいと。はい。あろうことか自分がゴルフをやめるのではなく逆にこの場所で打ちたいと主張したというのだ。さらに重大な事実が明らかになった。あれ、この人見覚えない？前に取材した人と同じですね。そう、この男性実は以前取材した際、やはりゴルフが禁止されていた場所でドライバーを振り回していた男性と同一人物だったのだ。あれからおよそ2年。あー、打ってた。
2年前よりだいぶ飛距離伸びてる感じですよね。いや、赤くなってますよね。一体どれほどこの河川敷に通い詰めたのだろうか。再び話を聞いてみると、こんにちは、テレビタックルって番組なんですけれども、一度お会いしてますよね。あれからずっとやられてるんですか。野球やってる方も、うん、中で断ってやってるの。もういいよ。危なくないですか。うん、そっち、あっちでやってるからね。ここ野球場なのにゴルフやるんで使わせてくれって、そういうことですか。もう関係ないよ。あなたがここでゴルフをやることで身の危険を感じている方がたくさんいらっしゃるんですが、その方たちのことは考えないんでしょうか。お答えいただけないっていうのは答えってことでいいんでしょうか。邪魔だよ。結局最後まで男性の口から反省の言葉を聞くことはなかった。